客様に仙台駅トイレの改良工事についてお知らせいたします。12月16日から27日までと1月7日から27日までの間、仙石線地下改札付近トイレの改良工事を行います。工事期間中トイレはご利用になれません。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を願いいたします。お客様に仙台駅トイレ改良工事についてお知らせいたします。仙石線地下改札付近トイレは改良工事のため現在使用を停止しております。また2階改札内東側トイレも1月28日より使用を停止させていただきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。ただいま JR 東日本仙台駅では受験生の皆様を応援し、2階仙石線エスカレーター上に水水合格神社を設置して皆様からのメッセージを募集しています。新生活が始まる春まであと少しです。便利な定期券の買い方や正しい使い方についてのご案内もお配りしております。ぜひ水水合格神社にお立ち寄りください。頑張れ受験生。お客様に大人の休日クラブパスのご案内です。ただいま JR 東日本では50歳からのお得な切符会員限定大人の休日クラブパスを発売中です。新幹線を含め JR 東日本全線が4日間乗り放題で15,270円、さらに JR 東日本と北海道全線が5日間乗り放題で26,620円です。利用期間は1月28日までとなっております。大人の休日パスの指定席は券売機で発行できます。お買い求めは早くて便利な券売機をご利用ください。